りのビッグショー、名家共演、華麗にあでやか夢舞台、坂本冬美&藤井綾子。沖縄県石垣島にやってきましたよ。最高、もう開放感があって、もう全部さらけ出しちゃおうかな。ちょっと待ってください。この後さらけ出すって水着になるんじゃないでしょう。そういうことじゃなくて、うん、さらけ出すというのは、はい、私たちの歌を全部今日はさらけ出しましょうという意味なの。なるほど、そういう意味です。そうですよ。もうこのねビッグショー楽しみにしてたんですよ。そうなんですよね、はい。2度目なんですよね、今回。そうなんです。初めて一緒にビッグショーしてみましたのが、あれは7年前。あの頃は、はい、今ほどそれほど、まあ仲は良くなかったですね。ちょっとこう遠慮がありました。ありました、確かに。心のどこかで、あ、この人私が歌う前のやっかんでるとかまあこの人ったら私がこんなに綺麗だからって、もう綺麗すぎちゃうから、美しいからって、そんなに。ちょっといつまで行くどこまで行くんですか。ごめんごめん、ほっといたらもう、ま、今回はもうあのビッグショーがきっかけで、そうなんです、もうすっごく仲良くなって、最近では ね私なんかもね一緒。そんな二人ですから、今回実はビッグショーをやるって言うんで、はい、まあ、こちらに来る前に、はい、もうね実はね早めにちょっとこちらに来まして、はい、竹富島行ってきたんです。行ってきたんですよ。でバイクに乗ってぐるっと一周してきたんですよ。バイクですよ、バイク。バイク想像つきますか。でも普段着の私たちって全然誰にも気がつかれないのよね。そうなのよね。寂しかったね、ちょっと。え、可愛すぎて分かんなかったのかな本当に、まあ、それは冗談としましてね、うん、はい、やはり私たちの世界といいますと、まあ、最初はですね和服ですからね、はい、この着物姿、日本情緒たっぷりの歌の世界をお届けしたいと思います。はい、皆さんお座敷にいらしたつもりでお楽しみください。お暇なら
来てよね私寂しいの知らない意地悪本当に一人よ一人で待ってるの酒場の花でも浮気なんか嫌よ来てね来てね本当に来てよね お暇なら来てよね 私切ないの 知らない意地悪 女は惚れたら何にもいらないの私が17の時よいつも清本のお稽古から帰ってくるとあなたは竹屋の渡し場で待っていてくれたわねそして二人の姿が水に映るのを眺めながらにっこり笑って寂しく別れた本当に儚い恋だったわねですね、明治時代の芸者さんの粋な暮らし憧れますよね憧れますよ ね, ね、まあ、でもあなた芸者さんは無理だと思うあらどうしてだってめちゃくちゃお酒弱いじゃない好きなんですけどねちょっと弱いですねそんなにね量は飲まないんですけども、はい、だいたい酔ったら分かるんですえ本当全然酔ってない全然酔ってないって何度も繰り返してあとは意識不明で私が担いで帰らなきゃいけないんですよ本当に大変なんだからお世話になってます頼りになりますよでもそういうあやちゃんも酔うと可愛いのよね
色っぽい色っぽいんじゃなくてね、テレビ見ていつもブツ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 言うんです。あのネクタイはおかしいぞ、ういとかね冗談じゃないよ、ういってそんなこと言ってた？言うのよ。まあ可愛い。全然可愛くない本当にまあね、お互いバラすのはこれぐらいにしましょうよ。そうそう、やめましょうよ、ね、ビシッと次は決めますよ。よし、決めましょう。お互いの代表曲を皆さんに聞いていただきましょう、はい、紫雨情、そして夜桜お七です。私ならあなたについて行かないわ。二人の傘に降りかかる
つけてティッシュを加えたら涙がポロリもう一つポロリ桜桜こちら、はい、私たちのドレスちょっと回っちゃいましょうか。まあ、あやちゃんったらチュラカーギーありがとう。ふゆみちゃんこそえやなかーぎー嬉しいって。ちょっと待ってくださいよ。えそれさ、全然褒めてないでしょ。褒めてないのこれ。だってチュラっていうのは美しいってことよ、うん、で、ヤナカギってその反対よ。あ、ごめん、もう嫌な感じ本当にごめんごめん、そう怒らないでよ。でもね、皆さんこのドレス聞いてください。両方ともあや子さんがデザインしたんですよ。へえ、まあ、ありがとうございます。まあ、あのお互いが一番綺麗に見えるように、はい、私は足を出して冬美ちゃんのは隠しました。ありがとう本当に嫌な感じまあね、こうやってドレス姿で、登場したわけでございますけれども、はい、あやちゃんはこのデザインだけじゃなくてもう本当に器用なんです。この人もういろんなことをできるんですけれども、特に料理が上手。料理大好きなんです、作るの。結構何でも作るんですよ。何でも美味しいんですけど、私がびっくりしたのはコロッケ。まあこんなにおしとやかに見えますが手際のいいこと。こうほら両手使ってわっぱ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 っと使わせない。コロッケね。あ、結構ね早技なんですよ本当に。まあ冬美ちゃんも最近はね一緒に作るんですけども、本当に片付け上手なんだ片付け上手なんだ。誰でもできますそんなもの冗談冗談、はい、まあね、こんな二人でございますが、はい、普段は仲いいからこういう冗談も言えるんですよね。そうなんですよ。結構あのカラオケ行くと二人息ぴったりなんです。そうなんです、うん、今日はぜひその息のぴったりのところをお披露目したいと思います、はい、早速参りますか。はい、はい、ミュージックスタート。真珠の指輪を
そがれ動機がグラビアみたいに見えている、ああ感じてる、その時などもしもし君たち帰りなさいと二人を引き裂く声がしたのよ、息切れしてない？ちょっと息切れしてる。でもさ、こうやって歌ってると、はい、楽しいことは楽しいんですけど、うん、寂しくない？最近特に。ちょっとね、つい最近まで3人娘と言われてた五代なっちゃんがお嫁に行っちゃって、最近2人っきりだもんね。そうよ ね。しかもあの大物杉様でしょ、相手がね、羨ましい、羨ましい。あの、まだ諦めてないの？諦めてないですよ、そりゃ杉様より大物見つけなきゃ。え？でもね、私本当にもう実は34歳なんですけど、ね、やっぱりお嫁に行きたいんですよ。どうしたらお嫁に行けるでしょうか？まずは、うん、そのせっかちな性格を直しなさい。まあ、確かに私せっかちなんです、皆さん。すっごいせっかち。あの、一緒にご飯食べに行きますでしょ、その帰り、じゃあお家に帰りましょうって言って 車に乗りますよね。その車に乗った途端、自宅のキーをもうすでに握ってるんです。そうなんです。家に帰って鍵を探すの、ほら玄関の前で鍵探したりするの嫌なんですよ。もう、ね、もう早すぎるってば。そう、でもね、皆さんね、私は確かにせっかちですけれども、あやちゃんおっとりしてるように見えますが、こう見えておっちょこちょいなんです、皆さん。本当ですよ、グアム行った時そうじゃないですか。飛行機が着陸したら普通の人はシートベルト外しますよね。この人はシートベルト外した上に自分のベルトまで外しちゃって、でしかもですよ、しばらく歩いてジーパンがずれてきて初めて気がついたっていう。本当悪かったね、本当のことよ、確かに。それだけじゃないんですよ、私たちの温泉好きでね、結構行くんです。露天風呂が特に好きでね、大好きなんですよね。ある時も露天風呂に2人で入って、いやー嬉しい露天風呂だーってわーっと出てって、いきなり私の前を横切って走ってたんです。走ってったと思ったら、キャー冷たいって隣の池に入っちゃったんですよ。それも池の鯉を見て初めて気がついたじゃないの。はい、真っ赤な鯉が泳いでました。びっくりしました。そういうせっかちなところもあるんですけれどもね。ちょっとお願いだから、それ以上バラさないでくれる？ね、だからあなたとビッグショーは危険だと思ったのよ。いいじゃない、楽しくって。でもそういうところもとっても可愛くってね。でやはりこうちょっとやっぱりこうお色気を感じるわけでございますよ。ありがとう、あやちゃん。やっぱりね、でも私たちは歌い手ですから、はい、歌でお色気出しましょうよ。そうです ね。じゃあ挑戦してみましょう。じゃあ私から色っぽい歌を、はい、会いたくて会いたくて、人はあなただけ分かっているのに、心の糸が結べない二人は恋人、好きなのよ好きなのよ、口づけをして欲しかったのだけど、切なくて涙が出てきちゃう。あなたと会ったその日から、
つく子犬のように、だからいつもそばに置いてね、邪魔しないから、悪い時はどうぞぶってね、あなた好みの、あなた好みの女になりたい、あなた好みの、あなた好みの女になりたい。やればできるじゃない。色っぽかった？色っぽい。皆さんお嫁に行けますよね。行けた。ほら、まあ、よかった。ありがとうございます、ね。はい、じゃあの石垣島に置いてきますからよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、本当に、はい、女らしさというのはそれだけじゃないんです。はい、やっぱりこう内面からにじみ出る、そういう女らしい色っぽさ、それが大事なのよ。お姉さん言うことが違いますね。ではね、はい、続きましての歌にその思いを込めて歌いましょう。はい、はい、時の流れに身を任せ。もしもあなたと会えずにいたら、私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか。時の先ほどからね、はい、なんかあの私たちじゃれ合ってるみたいですけどもね、はい、でも真のところはしっかりとつながってるんですよね。そうなんです。実は私たちは2人とも猪俣公章先生の内弟子と外弟子なんですね。ですからいろんなことを先生から教わりましたけれども。そうですね。一番印象に残ってる言葉は、今でも印象に残ってる言葉は、歌は語れ、詩は歌え。いいでしょう、忘れられないわ。いい言葉です。はい、ね、ゆみちゃんは。私は犬は叱るな掃除毎日。うち弟子ですから。
何それ。朝から犬の散歩をしなきゃいけないわけですよ。炊事洗濯先生の身の回りのお世話に運転手、そういうことをやりながらいろんなことを学びました。でもね、本当に先生からたくさんいいことを教えていただきました。先生から教わった歌の心を忘れずに、はい、これからも頑張りましょうね。頑張りましょう ね、はい、さあそれではここで一番新しい曲をお聴きいただきたいと思います。まずはあやちゃんから影楼という歌を聴いてください。そして私がリンとして、では髪までも痩せてゆく不憫だと思うなら今すぐに会いに来て、ただ戯れに愛したわけじゃないの、寒さしのぎに抱かれたわけじゃないのに、なぜ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 儚いの、あれも夢それも夢、教えてあなた恋は影ろう、縁のあと酔いざめのほろ苦さ、悲しきは恋のあと爪痕が身を責める、愛しさに草体の中を走って瞳そらしたあなたを追えば虚しい、なぜ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 切ないの、チラチラとチラチラと答えてあなた恋は影ろう、
来て夏が行く。様にこう温かく迎えていただいて、もう石垣島の皆さん、沖縄の皆さんに感謝ですね。本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます、はい、ありがとうございます、はい、いよいよ最後の歌ですか。はい、はあ、ドキドキするんですけど、これがもう私たち今日の本当に一番緊張するところで、一生懸命ね、はい、この沖縄を巡りながら練習しましたね。ずっと練習したんです、最後はね、最後はですね、石垣島の高校生の皆さんにも参加していただきまして、はい、踊りの方を踊ってくださるんですよね。そうなんですね。また可愛らしいんです。まだ10代の若さ、はい、羨ましい本当そうですね、はい、それでは沖縄の美しさを歌ったこの歌でお別れしたいと思います。芭蕉布。Yeah.
ちー